皆さんこんにちは、こんばんは、ミストです。本日はですね、チャンネル登録者、500人達成、本当にありがとうございますという動画です。はい、皆様、本当にね、私の動画をいつも見てくださりありがとうございます。おかげさまでね、チャンネル登録の方も、510人ですか、見たところなってたので本当に感謝申し上げます。はい、ただね、それを伝えたかった動画なのですが、まあ今後のね、動画の配信の仕方だったり、まあどのような動画を撮っていくかということなんですけども、基本的にまあ私の取り柄といいますかはダンジョン高校だと思ってるので、そちらの動画をメインに上げていこうかなと思っているのと、あとサクセスで、まあ今ちょっと中断データがあるんで見れないんですけども、ハイスコア機能が実装されたじゃないですか。なのでそちらで、丸々高校名人といったね、1万点を超えると出るともらえると思うんですけども、そちらを目指していく動画であったり、あとはですね、まあ、こちら一番上にあります春の熱血甲子園大会が、開催されると思うんですけども、こちら最後ね、最後っていうか私の学生最後のまあイベントということもありまして、こちらの方ちょっとね本気で走っていこうかなと思っております。はい、まあ特攻キャラもね、多分おそらくですけども、俊英高校のキャラがになると思うので、そちらのキャラ、私一応全員持っていますので、ボーナス的には全然足りると思うので、ちょっと最後頑張ってみようかなと思います。ちょっとね、100位以内とかは難しいと思うんですけども、まあ PSR の解放プラス3あたりを目標に頑張っていきたいですね。はい、まああと SR 大丈夫博士像とかもぜひ欲しいなと思ってるので、そちらが狙える順位を目標に頑張っていきたいと思います。で、参加リーグレベルは一応というか、もう多分このままいったら7残留しちゃうんで、7で参加したいなと思っております。はい、いやー、ちょっとイベント走るのも神楽坂以来となるので、ちょっと気合い入れて頑張っていこうかなと思っております。はい、で今後ね、私にしてほしいことであったり、何かご要望などありましたら、ぜひコメント欄であったり、Twitter の方で、ご連絡いただけるとありがたいです。はい、またね、まあ、ダンジョン高校で何したらいいか分かんないだったり、どんなイベキャラ使った方がいいですかであったり、まあ、できそうなのもね、全然受け続けてますので、はい、ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。はい、まあ、相変わらずね、チームの方も、私はまあ一応染めなしとバランス型で、頑張っていこうと思ってるので、このままは S 級に到達できるように頑張っていきたいと思っております。はい、でちょっとこれ最初に言い忘れちゃったんですけども、今ちょっと私気管支炎になってしまいまして、ちょっと声がガラガラで、ちょっと聞き取りづらいとは思うのですが、すいません。今更になってしまったんですけども、そこのところご了承くださいませ。はい。では、こっからの動画はこの辺で終わりたいと思います。はい。よろしければチャンネル登録の方もぜひお願いいたします。パワープロのね、動画頑張っていきたいと思うので、今後ともよろしくお願いいたします。それでは失礼します。さよなら。